立憲の岡田准也さんは消費税 25% を提唱しているそうですが、今の日本で消費税 25% になった場合、さらに生活が苦しくなると思うんですが、リュウさんどう思われますか。僕、長期的には消費税賛成派なんですよね。まあ、よく誤解をされて、長期的にって必ず言ってるんですけど、例えばじゃあ、アメリカとかの、じゃあ、州とか、ヨーロッパの州とかで、ヨーロッパとかでも、20% ぐらいの消費税のところあったりするんですけど、なんで消費税高いかっていうと、消費税の脱税ってほぼほぼ無理なんですよね。要は、物を買った時に払わなきゃいけないので、例えばじゃあ、暴力団ですと。で、暴力団でお金1000万円悪いことでゲットしました。で、消費税 0% だったら、その1000万円ってそのまま使われておられるんですけど、消費税 20% だと、その1000万円って、要は何かを買った時点で2割必ず 20% 取られるので、少なくとも 20% は税金として取れるわけじゃないですか。なので、例えば所得税をゼロにして、消費税がじゃあ 50% っていう国があったとしたら、ヤクザの、要はその節税をするとか、脱税をするメリットがなくなるんですよ。要は、いくら脱税をしてお金を貯めたとしても、そのお金をまあ、その持ったまま死ぬんだったら、脱税してよかったねって話になるかもしれないですけど、まあ、お金持った以上は使いたいわけじゃないですか。で、使うとしたら、そこでその消費税としてお金払わなきゃいけないっていうのであれば、もう悪いことをして脱税とか、その節税をするメリットがなくなるんですよね。で、割とその今日本ってその悪いことをして金稼いでる人がいたりとか、まああと外国人の人って所得税払わないで、日本で暮らしたりしてるので、なのでその外国人の人からお金を取るだったりとか、悪いことをしてからお金を取るっていうのもあったりするので、僕は消費税自体は賛成派なんですよ。なので、所得税とかって、じゃあその会社の法人税とかもなんかいろんな経費っていう形で節税したりとか、個人事業主とかの場合もなんかいろんな形で経費にしたりとか、じゃあこの住居をなんか事務所っていうことにしようみたいな、いろんな節税ってできちゃうんですけど、消費税の節税って一般人がやることはほぼ不可能なので、なので消費税を上げるということ自体は僕は構造的には賛成なんですけど、ただ今日本は不景気なので、消費税上げるのは良くないよねとは思ってます。はい。長期的には僕は消費税は賛成なんですけど、現段階の日本は不景気なので、消費税がどうこうというより増税をするのが間違いだと思ってます。景気が悪い時はまず減税をするべきだと僕は思っている派閥なので、日本政府がめちゃめちゃ賢いのであれば、増税をして政府の予算を増やして、そのお金を正しく使って日本経済を良くするっていうのが可能なのですが、今現在の日本ってなんか増税して集めたお金でアメリカの兵器でいらないやつを買わされるみたいな、なんかアメリカに貢いでるモデルになっちゃってるので、それだったら増税しても日本の人が不幸になるだけなんじゃないかなと思ってたりします。相続税絶対上がる。まあ、相続の税金は基本上がる可能性高いですよね。結局、高齢者に対してお金をいっぱい使わなきゃいけないので、日本って何とかしてお金を増やさなきゃいけないので、まあ、消費税が上がったりしたんですけど、で、今でもなんかお金配りまくる政治家の人の方が人気あるじゃないですか。事業給付金、一社200万、あ、一人10万円か、とか配りまくったりみたいな感じでお金配りまくってるんで、多分税金で取るっていうのは続けざるを得ないので、なんかで増税はされるんじゃないですかね。まあ、それはしょうがないんじゃないかなと思いますけども。なので、あんまりまあでも、多くの人は日本語しか喋れないので、日本以外の選択肢はないので、自己防衛をどうするかっていうと、多分お金を使わない生活をするぐらいしかないと思うんですけどね。